病気がコントロールする人間京都大学名誉教授で猿学の世界的権威者である河井正夫博士は膨大な調査研究の資料を著書「人間」の由来に残していますその中でも猿類の進化が極めて特徴的であること指摘しています自然環境に対して種の生存条件を確立するために 携帯や機能を変えていく過程を適応と呼ぶがその多くは特殊化の道を歩むことになった特殊化することによって生物は自分の生活の場を確保し他の種によって侵害されない種独自に生存条件を作り上げたのであるサル類の形態学的特徴は特殊化した形質が少なくて一般的形質を保持しているということである 長鼻目というのは象の仲間のことであるが彼らは皆鼻が長いという特殊化した特徴を持っている食肉目肉食中はすべて肉食するという特殊な食性を持っておりしたがって牙剣士が鋭くて大きくなるなど歯は肉食に適するように変わり咀嚼筋が強大になるといった特殊化が起こるサル類はというと こうした際だった特殊化した形質が極めて乏しいのである特殊化にはメリットとデメリットがあります特殊化して失敗した例もあるマンモスの牙やエルクという大歯科の核などは必要以上に大きくなりすぎたために種の絶滅を招いたと考えられています位置能力だけが肥大化するとそれは命取りにつながるほど危険でもあるのです 全校でも人間の体には特殊な強さがないことを書きました。では何が強いかといえば知恵まさりです。知能が伸びたことで過酷な環境にも対応していきました。実際熱帯地域から寒冷地域まで人間ほど生息域を広げている動物はいません。食料確保のみならず、皮膚や住居の工夫。知恵は あらゆる分野に及んだのです猿学に話を戻しますが面積あたりの個体数が増大するとやがて個体数抑制が起こるその抑制の法則についても河合博士は語る捕食圧が低い猿類にとっては病気こそが下界からの人口抑制の最大原因となっていると思われるかつて私は猿類は 病気がなければ人口増大のために自己壊滅を起こしてしまうだろうからサル類の進化には病気は悪しき友として不可欠の存在だという仮説を提出したことがあるこの仮説に基づけば生理的相残や成長の遅延は病気による幼児死亡率を高めるための進化戦略だということになろうこの可哀説の延長上にはサルよりも なお捕食圧のの低い人間の場合病気はもっと親しい友人ということになります。知恵によってテリトリーを広げた人間。捕食圧つまり人間を餌とする動物がほとんどいないため餌にされない生活環境を備えたためやがて地球は人類の惑星となりました。特殊化しなかった人間は知恵を使って あらゆる生活条件を満たし生態ピラミッドの頂点に立つことができたのです。そして残った敵は病気に絞られるようになりました。病気に強い者は残り弱い者が淘汰される。長寿を得るには病気という悪しき友人に好かれないようにしたいものです。